はい、どうもジルです。この動画を今親の前で見ている人は注意です。一人で見るかイヤホンをつけるようにしてください。いいですか？では本編いきますね。皆さんはカラフェス限定スキルに法則があったという話を知っていますでしょうか？まず最初は左右の法則っていうのが言われていて、お知らせで左側に来たキャラクターがライフ依存、右側に来たキャラクターが判定依存っていうのがあって、これがですね2022年の3月まで成立していました。しかし2022年の6月に行われたカラフェスでこの法則性が崩れてしまったんですよね。これによりカラフェス前日にカラフェス限定メンバーのスキルが分からなくなってしまったといった、ね、状態が発生しました。この6月のカラフェスの時、しほちゃん推しの人がガチャ前日に、あーって、しほちゃん判定依存だーって悲しんでいたのに、当日、ライフ依存っていうのが分かって、ウッキウキで引いてたのはいい思い出ですね。そんな時にですね、ジールが気づいたある法則性というのが、おっぱいの小さいキャラクターがライフ依存になるという法則なんですよね。まあこれ過去の動画で詳しく喋ってるので、これですね順番に見ていくと、かなでちゃん、みくちゃん、るいくん、とうやくん、しほちゃんとことごとく小さいもしくはないキャラクターの方にねライフ依存が来ていました。はるかちゃんとあいりちゃんに関しては 3D モデルだとサイズが一緒なのでちょっとね判定できないので、ここだけ割愛させてくださいと、まあこんな感じで来ていたんですが、2周年のカラフェスでミクちゃんが判定依存、ルカさんがライフ依存になってしまったため、この法則性が崩れたといった感じになっていました。そして他に法則性を探したけど見つけることができなかったというのが前回までの動画だったんですけど、先日行われた12月末のカラフェス限定メンバーで新しくエナナンとミズキちゃんが来たことにより一転、過去に動画を作る際に確認したところ 3D モデル上で一切胸が揺れなかったミズキちゃんが今回ライフ依存スキルではありませんか。とすると2周年のミクさんは2度目のカラフェス限定だったからスキルを調整したというだけで、実際はおっぱいの小さいキャラクターの方がライフ依存になるという法則がまだ残っているかもしれないという可能性が出てきたわけですね。いやープロセカイベント予想なんかはこういったね法則性を見つけて予想していくので、こういった法則をね考えるとなかなか面白いんですよね。ってことで 2.5 周年のカラフェスでは順当に行くと、ももちゃんでみのりちゃんとしずくさんが来る可能性が高いです。この2人だったら実はしずくさんの方が小さいので、ここがどうなるか楽しみですね。こんなにひどい動画に最後まで付き合っていただきありがとうございました。皆さんで、ね、新しく何か法則性を見つけたって言った時はね、ぜひコメントで教えてください。ってことで、よければ高評価、そしてチャンネル登録の方もねよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。